モーリス・ファルマン MF-71912 年12月でプレベザでの服用機 MF-7 ロングホーン。モーリス・ファルマン MF-7 は第一次世界大戦期のフランスの偵察爆撃機である。設計者はモーリス・ファルマン。初飛行は1912年。本機は推進式単発服用先尾翼付けである。 前方に大きく突き出した先火をシし事用のブームから、英国ではロングホーン、日本ではちょんまげというあだ名が付けられた。第一次世界大戦開戦時には、英国、フランスが装備していたが、低性能であったため MF-11 と交代して、早期に前線から尻き練習機として用いられた。しかし安定性の高い機体なので、多数の国に採用されている。 陸軍が1913年に購入。海軍も浮船型を購入し、モーリス・ファルマン式小型水蒸気として正式採用した。1914年には、チンタオ攻略戦に陸軍機が参加し、ドイツのエトリヒ・タウベと遭遇したが、あまりの性能差のため空戦にすらならなかったという。陸軍機は模式4型と交代し退役。海軍機は模式大型水上機購入後も、 練習機として使用され、横正子金合高型水上練習機と変わり体液した。ありがとうございます。